までに判明したことを整理しましょうか。コート・ルクセリオを騒がせているのは女神の信徒という異端の集団。ちょっこりん、深夜の儀式に潜入するには墓場の電話で暗号を答える必要があります。合言葉となる4つの数字を見つけないといけませんね。この数字、四つの数の一つか。儀式に潜入するための暗号の一部ですね。残り三個の数字を突き止めて暗号を完成させましょう。どうしましたか？誰かに見られていた。この気配、覚えがある。でよく働いてくれ。主のような手だれが現れ、視界のデカブツにやられてハンターが、おかげでこのわしが直々に猛者を探す羽目になりおった。こいつを受け取れ、特別報酬よ。また会ったわね、解放者。会いたくもないのにな。まあごめんなさい、気づいてなかった。お詫びにいいこと教えてあげる。チョンチョコリーンの人のこと、サッツを助けてってあなたに頼んだあの人はサッツが気になって仕方ないのね。あの二人知り合いか？あれ？てっきり知ってると思ってたんだけど。まあ欠片を全部集めればわかるわよ。その時はチョコリーナさんもサッツン家に駆けつけるって言ってたでしょ。マザイ、
存知かな。南駅の公衆電話の近くに不思議な数字が書かれた壁があると噂になっておる。それならもう調べはついている。なんとこれ、ちなみに暗黒街の方にも同じようなものがあるんじゃよ。暗黒街か、調べてみよう。何やら今日、暗黒街は旧市街のさらに奥じゃ。そこに何やら暗号、ただちょっとばかし行儀の悪い住人もおる。くれぐれも自分の身は自分で守ることじゃ。いつだって自分で守る。いい情報を聞けたよ。ご存知、南駅の。暗号の数字はあと2つです。ようやく半分ですね。夜までに暗号を突き止めて。儀式に乗り込むぞ。間に合わなければまた犠牲者が出る。市民の新たなる世界を。私が落書きを見かけたのは商業区と倉庫街です。まだあるんじゃないでしょうか。具合が悪そうだな。誰も助けようとしないが、どうした？怪我でもしたか？たちの悪い病気さ、絶望ってやつだ。何かあったのか？親父が倒れたんだ。命に関わる病だ。特効薬があるって聞いてこの町に来たんだけどさ、品切れなんだとよ。他では手に入らないのか？扱ってる店は一つだけなんだ。原料があればすぐに調合できるって言ってくれたけど、私みたいなもんなしじゃその材料も買えやしないよ。それとも何かい？あんたが薬を施してくれるっていうのかい？本当かい？薬を売っている店はこの…ああ、チョコボパーラーっていう産業区じゃ評判の店だよ。チョコボパーラーは、光る数字が書かれた妙なか人目につかない路地。暗黒街の方でも一つ見かけたぜ。暗黒街は数字は何かの連絡用だと思う。きっと闇の狩人が信者どもに指示して暗号で連絡を取り合って。うわっ、神の光が人に宿る。耐えてみろ。行くぞ。数字を見つければ4つの数の暗号が判明して女神の儀式に潜り込めます。午後9時です。今宵も心を清め皆の安定を祈ります。光る数字、人目に暗黒街。暗黒街、数字は何？きっと暗号。
三つ目の数字か。残る一つの数が分かれば暗号は完成だな。急ぎましょう。儀式が始まる夜更けまでに最後の一つを見つけないと。ライトさん、変です。誰かがいると思ったんですが。闇の狩人かもしれないな。挨拶のつもりで姿を見せたか。このところ毎日のように現場には闇の。